姉様。姉様、ちょっと来て。もうリース、どこに行ってたの？お買い物を済ませたら店の中にいないんだもの。姉さん驚いちゃったわ。向こうの屋台で美味しそうな匂いがしたから。それよりも変なのを見つけたの。変なの？まあ、行き倒れ？それとも食い倒れ？多分食い倒れじゃないと思うけど、でもよくそんな言葉を知ってるわね。それよりも、ねえ君、私たちの声聞こえる？よかった、ちゃんと起きているみたいね。どうしたの？こんなところに座り込んで。お腹空いてるのかも。あんまりすくと喋る元気も出ないし。なるほど、リースが言うと説得力あるわね。それじゃあとっておきを出そうかしら。クインシーベルのチョコレート、さっきリースのおやつに買っておいたんだけど、いいかな？いい子ね。ねえ、よかったら食べて。甘くてとっても美味しいよ。クイーンシーのは最高。値段と味のコストパフォーマンスが一番だと思う。だ、そうよ。甘いものは体も温まるし、遠慮しなくていいから。うっさいわ。え？あ、あ、さっきからうるさい言うとんなよ。とっとと消えろ、頼むから。あ、姉様。うん、なるほどね。そんな風に連れなくされたら私だって考えがあるわよ。甘いものは元気が出るでしょ？元気出たんやない、ぶったまげただけや。いきなりこんな、師匠か、あんた。あら、リースといい、最近の子供は難しい言葉を知ってるのね。日曜学校で教わる言葉じゃないと思うんだけど。姉様、そういう問題？そうや、そういう問題とちゃうわ。って、あんたらの格好。自己紹介がまだだったわね。私の名前はルフィナ、ルフィナ・アルジェントよ。この子は妹のリース。あなたの名前も教えてもらえないかな？ケビン、ケビン、聞いているの？あ、すまんすまん、ちょっとぼーっとしてたわ。大丈夫？無理もない。
ここに来てからあまりにもいろいろな出来事があったからな。少し休んだ方がいいんじゃないですか？心配いらへんって。とりあえずここらで一旦情報の整理をしとこうって話やったな。うん、そうだけど、あの黒騎士という男、思っていた以上に多くの情報を我々にもたらしてくれた。まずは我々がいるこの異空間の名前だが、ファンタズマ。あの黒いお兄さん、そんな風に言ってましたね。ああ、なかなか思わせぶりな名前や。ただ七曜教会の伝承から取ったわけではなさそうやな。うん、聞いたことのない言葉かも。それから王という存在。ああ、察するにそいつが今回の一件を仕掛けた黒幕ってことなんやろ。ずいぶん俺たちのことを嗅ぎ回っているみたいやけど。そういえばあの男、気になることを言っていたな。リース殿の姉がどうとか。あ、すまない、立ち入るつもりはなかったんだが。いや、確かに私には姉が一人いました。ルフィナ・アルジェント、私たちと同じく聖杯騎士だった人間です。リース、過去形ということはすでに。ええ、騎士団の任務中に殉職しました。5年ほど前のことです。そうだったのか。しかしどうしてあの男がそのルフィナ殿のことを。わかりません、姉がどんな仕事をしていたのか私は知りませんでしたから。ケビンはどう？すまん、俺にも見当がつかへん。ただルフィナ姉さんはとんでもなく優秀な騎士やった。腕前もそうやけど、その判断力、交渉力を買われていくつもの事件に関わったはずや。あの男もそういった事件で姉さんと知り合ったのかもしれん。そう、いずれにせよ現時点でははっきりしないということか。すまない、結果的に立ち入ったことを聞いてしまったようだ。いや、気にせんとってください。いずれにせよ敵が俺たちの出方を伺っているのは確かみたいや。この先はこれまで以上に注意する必要があるでしょうな。ああ、そうだな。よし、それではそろそろ探索を再開しようか。あの黒いお兄さんが現れた場所のさらに先に行くんですよね。ああ、階段の向こうに新しい転移陣があったみたいや。準備が済んだら宝石を使ってもう一度あの場所に行くとしよう。これが出口？いや、次への入り口か。拠点にあった魔法陣と同じ形をしてますね。この先はまた別の場所につながっているということ？おそらくな。覚悟を決めてから中に入った方が良さそうや。白ハヤブサの像ってことはここは間違いない、グランセルの南街区だ。よかった、戻ってこられたんだ。なんやリース、鳩が豆鉄砲を食らったような顔して。うん、一つ聞きたいんだけど、グランセル市の門というのはあんな不気味な雰囲気なの？え？
あれって…なんだあれは。これはどうしてグランセルが、オートがこんなことに。さすがにこれは予想外やったな。俺らがあっちにおった間に何かあったのか、それとも影の国の影響がこちら側にも及んだのか。ケビン神父、リース殿、すまないが私はグランセル城に行ってみる。市民たちもそうだが、陛下や殿下の身が心配だ。それやったら俺らも付き合いますわ。いくらユリアさんでも一人で行動するにはあまりにも危険ですやろ。だが焦りは禁物です。このような異常事態にこそ冷静に行動すべきかと。わかった、君たちの言う通りだ。よし、それじゃあ市街の様子を調べながら一旦城を目指すとしよう。相当手強そうなんがうろついているみたいやから、気を引き締めていこうか。了解。はい。誰もいませんね。ひょっとしたらという期待もあったんだが、こんな時遊撃士の協力があればどれだけ心強かったことか。私、通信機を調べてみます。他の支部に連絡ができるかもしれませんし。あ、よろしく頼むわ。ダメです。通信機は動いてるんですけど、どこにも通じなくて。レイストン要塞の司令部などはどうだろう。他の場所にかけてもおそらく結果は同じでしょうね。残念やけど、俺たちだけで何とかするしかなさそうや。いきなりかい。来るぞ。無駄です。行くぞ。やせん。やっ。女神のご加護。行くぞ。ギーナ危険に私は負け。それはもしかして。ええ、大尉が入っていたのもこれと同じような石でした。やはりどなたかが中に封じられているのでしょう。帝国大使館にあったっていうことは、
私やお兄ちゃんもエレボニアの生まれだったし、誰が出てくるんでしょうか。ま、そいつはこれを解放してみればわかるやろ。とりあえず頃合いを見て拠点に戻るとしようか。なるほど、こんな風に解放されたのか。まさか。くっ、閃光弾か。下がれオリビエ。おそらく狙いはな、少佐、あなたでしたか。大尉、なぜあなたがここに。ん、ここは一体。オリビエのやつはどこに消えたんだ。なるほど、オリバルト王子も一緒だったみたいですな。私の方から一通り事情を説明しましょう。不明な点があれば何なりと聞いてみてください。なるほど、正直あまりに唐突すぎて実感が湧いてこないのだが。無理もありません。私もいい加減頭が固いので、未だ半信半疑といった気分です。何の、頭が固いのは自分も同じさ。しかし話を聞いているとほうけている場合でもなさそうだ。あのお調子者の安否も気になるし、自分も探索に協力させてもらおう。おおきに、助かりますわ。ところでオリバルト王子と一緒にいたみたいですけど、少佐が光に包まれたのはどういった状況やったんですか。ああ、自分たちは視察のためパルム市を訪れていたんだ。夜、ホテルの部屋に戻ったところで突然周囲が白くなっていった。あいつもその場にいたから同じく巻き込まれたかもしれん。って確かエレボニアで一番南にある町でしたよね。ああ、リベールとの国境に一番近い町になるかな。あの、先ほどから話に出ているオリバルト王子というのは。ああ、例によって浮遊都市に一緒に乗り込んだメンツの一人や。王子とか言ってるけど、めっちゃノリのいい楽しい人やで。あれを楽しいというのはいささか語弊があると思うがな。面白がって事態をかき回し、周りの人間を疲れさせる手合いだ。ご謙遜を。帰国されてからの王子のご活躍、リベールでも耳にしていますよ。何でも帝国の社交界の新たな寵児と噂されているとか。猫かぶりが続いているうちはなんとかなっているようだが、本性を暴露されたらどのように噂されることやら。少佐も大変ですな。
なんや、どうした？ううん、なんでも。しかしどうやら皆さんはお互いに面識が終わりのご様子。白い光に巻き込まれたのはそのあたりが条件になっている気がします。あ、なるほど、言われてみればそうやな。正確に言うと、その封印石とやらに封じ込まれた人物の条件だ。聞けばアルセイユに加え、グランセルの死骸も妙なことになっているそうだが、クルーや住民を封じた石はまだ見つかっていないのだろう。ええ、その通りです。確かにこれも何かのルールかもしれませんね。うん、いずれにせよこのまま探索を続けましょう。当面は王都に何があったのか解き明かす必要がありますし。ああ、そうだな。よければ自分も同行させてもらいたい。この異常事態、まずは身をもって把握しておきたいからな。それじゃあ気をつけて行ってきてくださいね。ああ、任しとき。ティータさんは庭園の留守番をよろしくお願いします。ただ何かあった場合は無茶はしないでください。わかりました。今のはケビン、もしかして。ああ、またみたいやな。違法者よ、宝石を手にする者よ。何者だ？それがさっぱり分からへんのですわ。どうもこちらの声が聞こえてへんみたいで。どうやら順調に力を集めているようですね。今一度宝石の力を解放しましょう。他の者の力はあまりに強力です。あなた方の絆が光となりますように。どうやら予想以上に常識の通じない事態だったようだ。だが今の声からは悪意は感じられなかったな。ええ、少なくとも黒騎士のような敵ではないと思います。もっとも正体が不明である以上完全には信用できませんが。ま、それでも宝石にいろいろと機能が追加されたみたいや。まずはいろいろ試してみるとしよう。えっ、どないしたん、ティータちゃん、大丈夫か？ええよ、分からんのは俺らも同じやし。あ、でもでも私頑張りますから。探索するときには遠慮なく連れてってくださいね。りょ、了解や。アーティファクト、異空間、お腹が減っているのかも。いや、だからちゃうって。いや、せやけどミュラーさんが現れてくれてホッとしましたわ。なんや、心強いっちゅうか。ああ、正直自分たちだけではどうしようかと思っていたところだ。いや、
自分もこの状況に不安を抱いているのは同じだ。だが敵が現れた以上、このまま放っておくわけにはいかないだろう。あのお調子者が巻き込まれている可能性もあるのだからな。ああ、確かに。この事態、敵が仕掛けたものだとすれば。探索を進めれば明らかになることだろう。自分の力が必要ならば、いつでも使ってくれ。その敵とやらが何者かは分からんが、このまま放っておくわけにもいかん。自分の力が必要ならばいつでも使ってくれ。王都があのようなことに。陛下や殿下はご無事だろうか。あのユリアさん、お気持ちは分かりますけど。あ、皆さんか。すまない、少し混乱しているようだ。いや、無理ないことやと思いますよ。俺かてちょっとパニクリそうやったし。タイ、自分にもさっぱりわからん事態だが、聞けば得体の知れない敵が現れたという。状況がつかめないからこそ、ここは慎重に進めるべきだろう。そうですね。またいつ強敵が現れるとも限りません。あなたにはここで準備を整えていただけると助かります。了解した。どうやらこの拠点は安全なようだ。可能な限り探索の準備を整えておこう。しかし、ここは本当にどこなのだろうな。シリンの塔には裏の塔と呼ばれる異空間があったと聞くが、いや、考えてわかることでもないか。汝王宮の守り刀、皇室に辞する豪賢と共に我が元に引き連れよ。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。以上が異変に関する詳細な報告となります。ユリア大尉、本当によくやってくれました。あれほどの混乱に終止符を打ち、この国に光をもたらしてくれたこと、心より感謝します。陛下、そのようなもったいなきお言葉。いいえ、すべての民の代表として礼を言わせていただきます。異変後の王国各地の復旧にも飛び回っていただきました。現在も親衛隊を束ねる者として非常に多忙だとは聞いていますが、本当にご苦労様でしたね。は、ありがとうございます。大尉の功労に対する褒章などは後ほど正式に送られることと思います。モルガン将軍も昇進は固いとおっしゃっていましたし。いえ陛下、そのような。この度の事件解決は多くの人々の尽力によるものです。自分の成したことなどほんの些細なものに過ぎません。ですから褒章や昇進などをお受けするわけには。ユリア大尉、あなたの言う通り、異変を止めることができたのは多くの人々の力によるものでしょう。何かと戦ったもの、大切なものを守ったもの、そしてあの困難に耐え抜いた人々もまた
異変の収束に貢献していたのです。しかしアルセイユという翼がなければ事件が解決を見なかったのも明らかです。そしてその翼を率いていたのはユリア大尉、あなたなのですよ。しかし報奨などはまだしも昇進はお受けできません。自分は大尉となって日も浅い身ですし、これ以上の退任はそんなに謙遜しないでください。あなたは自分で考えているより多くのことを成してきたのですから。そうですね、ユリア大尉、本日はあなたの休暇にしたいと思うのですが、どうでしょう。は、休暇でしょうか。ねえ、堅苦しい話よりも今は私個人の感謝の気持ちを示したいと思います。大尉は毎日のように軍司令部とグランセル城を往復なさっているそうですね。親衛隊の者たちからも大尉を休ませてほしいという話が来ていますよ。申し訳ありません。そのような話を陛下のお耳に入れることになってしまい、ルクスかリオンだな、あの二人顔を合わせるたびに大尉少しはお休みくださいなどと。ユリア大尉、今日一日は手を休め従前に休息をとってください。そしてまた明日からは新たな気持ちで職務に励んでほしいと思います。はい、了解しました。王室親衛隊大隊長ユリア・シュバルツ、本日はお休みとさせていただきます。昇進か、本来なら喜ぶべきところなのだろうな。大尉、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は休暇となったそうですね。ああ、お前たち随分と耳が早いな。いえ、それほどでも。リオンさんがレイストン要塞から通信で言いふらしてましたからね。なんでもエコーさんが陛下に直訴したそうですよ。直訴?エコーのやつ、そういえばあいつも何か言いたそうな顔をしていたが、まったくあの三人目揃いも揃って。ああ、私たちもアルセイユの修復作業を手伝いたかったですよ。少し遅れてるって聞きましたけど。気になるな。気にしなくていい。あの三人はどうしてもと言うからレイストン要塞に残してきただけだ。アルセイユの修復ならグスタフ整備長にお願いしてきちんと進めてもらっているからな。ところで殿下はもうお出かけになってしまったのか。ええ、殿下なら。クローディアなら先ほど立ったところだぞ。今日はエルベリ宮の視察の予定だ。なんだ、聞いておらんかったのか。デュナン公爵閣下。いえ、できれば自分も視察にご一緒させていただこうかと思っていたもので。うん、護衛の任か。そういえばそなたは昔からクローディアの護衛を買って出ておった気がするな。もう一護衛という階級でもなかろうに。はい。ま、
親衛隊の者が何名かついておるのだ。心配はなかろう。そう気をもむでないぞ。はあ、ありがとうございます。公爵閣下、行くぞフィリップ、業務が溜まっておる。ああ閣下、お待ちくだされ。ユリア殿、あまり気落ちなさらずに。フィリップ、何をしておる。あ、はい、ただいま。ふう、また殿下と入れ違いになってしまったか。仕方がない、殿下もお忙しいのだからな。デュナン公爵閣下、ずいぶん変わりましたよね。ああ、今は行政区画でバリバリ働いてるらしいぜ。この前開始された保証金の支給も公爵閣下の立案だそうだ。ただのぐうたらかと思ってましたけど、やっぱり女王陛下の甥っ子だったんですね。お前たち、無駄口は慎むように。は、申し訳ありません。それから私は休暇で城を開けることになった。ここを頼むぞ。はい、お任せください。どうかお気をつけて。さて、休暇をいただいたのはいいが、休みなど本当に久しぶりだからな。買い物、武具の手入れ、それとも部屋に戻って読書でもするか。いや、休暇はもっと有意義に過ごさなければ。そうだな、久しぶりにのんびりと周遊道を回ってみるか。あるいは足を伸ばして街道沿いを散策してみるのもいいかもしれないな。ユリア様がグランセルに帰ってきてるって本当ですか？ユリア様、ユリア様はどこ？はいはい、おさらいでくださいよ。どうか皆さん落ち着いて、落ち着いて。この騒ぎは？と、トイ！こんなタイミングで。危険です。お下がりください。あ、ユリア様よ。キャー！本物よ！何事だ？ユリア様！くっ！待って、ユリア様！痛いよ！あぶっ！ユリア大尉！一旦城門は閉じさせていただきました。お怪我はありませんか？ああ、問題ない。しかし、あれは一体？はあ、見たところユリア大尉のファンの方たちのようですね。そういえば、今朝城の方にも大量のファンレターが届きましたが、何か関係あるんでしょうか？ファンレター？昨日どこかの雑誌社が大尉の特集記事を組んだみたいですよ。それで浮遊都市でのご活躍をいろいろと書き立てたらしく。ああ、それで思い出しました。大尉がお留守の間にリベール通信の記者とか名乗る方々がいらっしゃいまして、うちでも特集を組むからぜひ取材させてほしいとか、国民的人気にあやかりたいとか。いや、もういい。なんとなく想像はつく。雑誌で特集、ファンレター。なぜこのようなことに。自分はそのような大それた人間ではないのに。
そういえば陛下も高く評価してくださっていたが。私はただ殿下をお守りしたいと思っているだけだったのに。ここのところはろくに護衛もしていない。これも仕方がないのだろうか。お疲れ様でした、カラント大司教。明日は8時にミサを立てますので、陛下にもそのようにお伝えくだされ。はい、そのように。おや、ユリア殿、そんなところでどうかなさったのですか。ああ、いえ、これは大司教、失礼いたしました。ユリア君、久しぶりだな。長らく顔を見ないから心配していたのだよ。申し訳ありません。ここのところミサにも参加しませんで。ああ、君が多忙なことはよく分かっておるつもりだ。しかしどんなに忙しくとも自分を見失ってはいけない。大切なものはいつも身近にあるのだからな。はい、ありがとうございます。ははそれではこれで失礼させてもらうよ。お疲れ様です。そうか、一つだけ方法がある。大司教、お待ちください。はい、皆さん、もう少し下がってください。落ち着いて行動してくださいね。きゃ、きっとユリア様よ。ユリア様、こっち向いて。あら、なんだ、大司教様とシスターさんか。ほらほら、君たち、道を開けてくれたまえ。ペコリ。ユリア君、どうやらうまくいったようだな。ええ、カーラント大司教にはまたお世話になってしまいました。はは、気にしなくていい。しかし君も大変だな、彼女たちのあの熱狂ぶりでは。ミューラー少佐、なぜこのようなところに。確かもうリベールを立ったはずでは。これは失礼した。まさかユリア大尉がシスターも兼任していたとは。え？いや、これはその、実はあのお調子者の後始末が残っていてな。あの後もう一度リベールによる羽目になったのだ。大尉には挨拶をする機会もなかったな。ああ、今はシスターユリアと呼称した方がいいだろうか。少佐。ユリア君、この方にはかくまう必要もないようだな。午後のミサの準備があるのでね、そろそろ失礼させてもらうよ。あ、大司教。あれがかの巧妙なカラント大司教か。ふん、ご挨拶をしておくべきだったな。あの少佐、その
実は少しばかり事情がありまして。ああ、私そろそろ戻らなくちゃ。ユリア様の凛々しい勇姿を一目でいいから拝みたかったわ。うん、ユリア様。そろそろあの女性たちが戻ってくるのか。ここで見つかれば万事休す。何か手は。タイ、自分でよければカモフラージュになる。え、事情は分からぬが、何やら問題を抱えているようだ。このような時は堂々としていた方がかえってバレにくいものだからな。よければどこか安全なところまでお送りしよう。ミュラー少佐。ああ、ユリア様ったら。どうかよろしくお願いします。承知した。あら、気のせいよね。どうやら人気はないようだ。この辺りでいいだろうか。ええ。見苦しいところをお見せしてしまいましたね。いや、俺も隠れて逃げ回るのには慣れているからな。大抵はオリビエの奴が起こしたトラブルのせいだが。そうでしたか。いや、しかし実際情けない限りです。あの程度の騒ぎで休日の外出もままならない。彼女たちを収めることもできず、このような格好で出てくるとは。大意に落ち度はないと思うが。いや、そうではないのです。自分は親衛隊大使としても全くもって役に立たないのです。クーデター事件が起こった時もそうでした。私が至らないばかりに殿下は敵方に囚われてしまった。王都が結社によって襲撃されていた時もそうです。殿下の身に危険が迫っていたというのに、私はその場にいることすらできなかった。誰よりもおそばにいるべき私が後に通信で事の次第を知るとは。私は、本当に私というものは。まあ気にすることではない。クローディア殿下はご無事でいらしたのだろう。人は誰しも万能ではないゆえ。それも分かっているつもりなのです。しかしこんな私が雑誌などの紙面を飾り世間で騒がれているらしい。異変を止めた功労者として評価され昇進の話もあるという。この不甲斐ない私が。それはいい、人々に持ち上げられるくらいならば構わない。昇進するのも喜ばしいことでしょう。だがそうなれば今よりもさらに職務に追われることになります。そして私はますます殿下から遠のいてゆく。少佐が羨ましい。あなたはオリバルト王子の護衛をごく自然に行っていました。普段は姿を見せなくとも重要な局面では必ずそばにいました。
そして表面的な護衛だけでなく、様々な形で力となっていました。比べて自分は、殿下がお悩みになっている時に声をおかけすることすらできなかった。殿下は王位継承という重責の下で、あれほど悩み苦しんでいらっしゃったというのに。大尉、自分のようなものが口を出すのもおこがましい気がするが、それは幸せなことではないか。え、少佐、それは一体。いや、気に障ったのなら謝罪するが、しかし俺などは生まれた時からあのお調子者のお守り役を義務付けられていたも同然だからな。少々大尉の忠節が羨ましいと思ったまでだ。オリバルト王子の、ああ、確かミュラー少佐のヴァンダール家というのは皇族を守る部の一門だ。まったく、あのような家に生まれたのが運の月というやつだな。確かにそれは大任ですね。その上相手があのオリバルト王子ともなれば。しかり、ご想像の通りだ。大尉、自分の大切な人に仕え、尽くすことができるのは幸せなことではないか。もっともこれは、主に苦労させられている俺の勝手な意見だがな。いえ、確かに。こうして悩んでいることも贅沢なことなのかもしれません。殿下をお守りできないような私が、果たして親衛隊の大使と言えるかどうかわかりませんが。大尉、大尉に一つ良い気晴らしの方法をお教えしよう。気晴らしですか。ああ、ただしこれは非公式に願いたい。勝負は一度限り。ただしアーツや道具の使用も認める。なるほど、確かにこれはいい気晴らしになりそうですね。エレボニアに名高きヴァンダールの武人相手では勝てる気がしませんが。遠慮は無用だ。それでは大尉、全力で参る。我が前例をもって無双の一撃をなす。王騎覇者継承。
さすがに強い。大尉、負けて何を失った？少佐、物の価値はそれを失った時を想像してみるのが一番手っ取り早い。理屈ではない、本当の姿が見えてくるものだ。今自分がいなくなった世界を想像してみるがいい。そしてその上でどうしても気がかりなことが残っているのなら、大尉、それがあなたの心を決めるものだ。気がかりなこと、殿下、やはり私は。少佐、かたじけない。あなたのおかげで迷いが晴れました。この教え胸に刻んでおくこととします。ただの受け売りだ。俺もあれの相手に疲れた時にはよくおじ上と剣を交えてうさを晴らしていた身だからな。そろそろ俺も国に帰るとするか。どうにもあのお調子者が心配なのでな。そうですか。王子にもよろしくお伝えください。心得た。クローディア殿下にもご健勝のようにと。クローディア殿下、私は一つの決意をしました。私は女王となるあなたを支えてゆく。そのために陛下より退任を授けていただくことにしました。昇進を重ねればあなたにお会いする機会もますます減ってしまうでしょうが、私はあなたの力となりたい。この勝手な決意をどうかお許しください。執務中の陛下のお邪魔をするのは気が引けるが。あら、ユリアさん。ユーイ！で、殿下、それにジークも。どうしてこちらに。あ、エルベリ宮の視察のことですか。今日は市民の皆さんも少なかったようなので早めに帰ることができたんです。そうでしたか。ユリアさんこそ今日はお休みだって聞きましたけど。ええ久々に楽しい休日を過ごしました。折よく珍しい友人と鉢合わせたもので、時を忘れて今日にふけっておりました。休暇をくださった陛下にも感謝しなくてはなりませんね。そうだったのですか。ユリアさん、いつも支えてくれてありがとうございます。今まで気づかなくてお礼が言えませんでしたけど、思えば両親がいない私にいろいろ教えてくださったのはユリアさんでしたよね。護身の術やまっすぐな心構え、そうと気づかないうちにもたくさんのことを教わっていました。私はユリアさんの背中を見て育ったのかな。そうそう、おばあさまも笑ってらっしゃいました。ほんの些細なこと、例えば歩き方や立ち居振る舞いまで私はユリアさんにそっくりだって。
ユリアンさん、どうかしました？いえ、私はずっと殿下のおそばにいたのだ。私の姿は殿下のおそばにあった。なのに殿下のお姿が見えないからと不安に駆られたりして、まったく私というものは。クローゼ、自分はこれからはあなたの後ろに控えていることができません。ですがあなたをこの手で守り支えたいと思っています。臣下であり親友であり、また姉でありたいと思っているのです。ですからあまり無茶をしないでください。そして必要な時は必ず声をかけてください。ユリアさんもちろんです。またわがままを言って甘えてしまうかもしれませんが、ユリアさん、これからもよろしくお願いしますね。はい。この日の午後は二人でゆっくりとお茶にすることにした。久しぶりの休日。この日の紅茶の香りはユリアの胸から消えることはないだろう。